はい、こんにちは、林です。いやー、もうコロナウイルスのね、影響で、まあ皆さんね、こう4月とか5月とかね、まあなかなかね、この自宅から出られなかった方非常に多いんじゃないかなって思うんですよ。で、まあそんな時に、まあせっかくね、ずっと家にいるなら、まあちょっとね、部屋のインテリアとかね、こだわっていこうかなっていうふうにね、思った方ね、多いんじゃないかなって思うんですよ。で、僕もですね、まあたまたまなんですけど、まあ今年のね、2月とか3月にかけてですね、無印良品の家具家電で揃えたら、まあ僕の部屋どのように変わるのかってことで、まあ冷蔵庫だったりとか、まあここにあるベッドだったりとか、まあね、いろんなものをね、ちょっと無印に買い替えて、まあ無印良品の部屋っていうものを作ってみたんですよね。で、そこで分かったのが、あ、無印良品って意外とこうお部屋をですね、おしゃれに見せられるようなアイテム結構売ってるんだなってことがね、分かったんですよ。ってことでですよ。ってことで、今日は僕が選ぶですね、無印良品で買えるおしゃれ部屋に必須のアイテム5選ってことでね、これを置くと、まあ、おしゃれ部屋に近づきますよっていうアイテムをですね、5つ選びましたので、今日はね、その5つのアイテムをね、皆さんにご紹介していこうかなと思います。まあ、なので、まあ、今後ね、部屋のインテリアこだわりたい方だったりとか、ちょっとナチュラルテイストな部屋を作りたいという方はですね、ぜひ参考にしてみてください。ちなみに家具家電といった大きなものはほとんど出てきません。まあ、基本的に、まあ、高くて5000円4000円ぐらいで買えるもの、本当に小さなアイテムなので、まあ、手軽に買えるものだけを厳選していますので、まあ、そこはご安心ください。ってことでね、早速お部屋をですね、おしゃれに見せられるアイテム5選いってみましょう。はい、ってことで、今回は無印良品で買えるおしゃれ部屋に必須のアイテム5選ってことでね、まあ、僕が実際に使ってるアイテムをご紹介するんですけど、まあ、その前に、まあ、僕が今回ね、紹介するアイテムどこに置いてるのかとか、どのように使ってるのかっていうのはですね、ルームツアーの動画を6月に出しておりますので、そのね、リンクは今こちらに出してると思うんですけど、まあ、ぜひルームツアーの動画もね、合わせてチェックしていただけたらなと思います。ではね、早速アイテムの紹介をしていくんですけど、まあ、今回ランキングとかではなくて、まあ、5選なので順不同でご紹介させていただこうかなと思います。ではね、まずはやっぱりこれかな。はい。こちらですね、やっぱ観葉植物がね、やっぱりおしゃれ部屋には必須なんじゃないかなと僕は思うんですよ。これがですね、無印で買える壁にかけられる観葉植物っていうもので、まあ、3800円ぐらいするので、まあ、ちょっと高いかなって思うんですけど、これを今年の2月に買いました。もうね、何ヶ月経ったの？5ヶ月か。結構経ちましたね。5ヶ月経って、これね、かなり成長してきたんですよ。まあ、以前のね、もうこれ買ってすぐの動画では、もうそこまでこんなに葉っぱ大きくなかっただろうって思うんですけど、まあ、やっぱりね、5ヶ月も経つとかなり成長するんですよね。で、こちらの観葉植物はなんで高いのかっていうと、これ壁にかけられるんですよ。壁にかけられるってことは、まあ、要は場所を取らないわけで、まあ、ちょっとね、こう、上の方を、こうチラッと見た時に緑があるってなんかいいじゃないですか。で、僕ね、これ感覚的なものないなんですけど、僕そういった部屋本当に好きで、で今回これを買ったんですよね。で、こちらの観葉植物ね、初心者の方でも非常に育てやすいです。これね、土じゃないんですよ。ここね、パフカルっていう特別なスポンジを使ってますので、そこにね、植物が生えてるんですけど、水やりもめちゃくちゃ簡単で、ここにね、吸水の口がありまして、で、あと目盛りもあるんですよ。ここにこんな感じでね、まあ、なのでここの目盛りの部分まで水を入れてなくなったら、その都度水を足せばいいっていうことなので、初心者の方でもめちゃくちゃ育てやすいです。まあ、だから枯らす心配ないかなと。まあ、あとはこう葉っぱが伸びてきて、まあ、ちょっとね、ジャングルみたいになってきたら、まあ、徐々にこう枝を切ったりとかね、剪定をねした方がいいのかなと思うんですけど、まあ、現状こんな感じで育ってますっていう感じですね。まあ、ルームツアーの動画ではね、僕がこの観葉植物をどのように飾ってるのかっていうのはね、ちゃんと説明していますので、まあ、ぜひ合わせてね、ルームツアーもチェックしていただけたらなと思います。ってことで、まずはこちらの壁にかけられる観葉植物になります。では次は香り系なんですけど、はい、まあ、やっぱこれかな。はい、アロマディフューザーですね。これ3900円ぐらいだったかな。まあ、値段はね、ちょっとこちらに書いてますので、ぜひチェックしてもらいたいんですけど、まあね、やっぱりアロマオイル、うん、これはね、おしゃれ部屋に必須だなと思うわけですよ。で、僕これどういう風に使ってるかというと、まずこれね、間接照明としての機能があります。はい、まずこんな感じでライトですね。こんな感じで間接照明の機能があるので、僕はね、夜寝る前はですね、基本的にこちらの家の蛍光灯は消して間接照明だけで過ごすようにしています。で、その時にこれが使えるんですよ。まあ、なので間接照明だけの機能も使えるんですけど、これをこうミスト状にね、
こうやって今アロマオイルのねこの香りが出てるんじゃないかなと思います。で僕はですね基本的にまあ大体 2,3 日に1回とかかけてますね。まあ、気づいた時にあアロマかけようってことでやってるんですけど、まあ、やっぱりね無印のアロマオイルも結構種類があります。僕が今メインに使ってるアロマオイルがまずこちらのお出かけっていう種類と、あとはレモンですね。はい、レモンをよく使ってるんですけど、柑橘系の香りが好きなので、まあ、こちらの2つを愛用しています。で無印はこういったブレンドのアロマオイルもありまして、まあ、いろんなフレーバーをね無印が独自にあのブレンドしたもので、まあ、僕はお出かけっていうものを使ってるんですけど、ここにね To Go って書いてあるんですよね。なんか最近 Go To キャンペーンとかなんかいろいろ言われてますけどまあまあそれは置いといてっていう感じですかね。はい、まあこんな感じでやっぱりね部屋の雰囲気というか部屋をおしゃれに見せるためにはいい香りがする部屋っていうのは非常に大事だと思うんですよ。で僕自身もやっぱり部屋が臭かったらねそもそも集中できないですし、いい香りを楽しみたいなっていうふうに思うので、そんな時に手っ取り早いのが、まあ、やっぱり無印で買えるこちらのアロマディフューザーと、あとアロマオイル、エッセンシャルオイルなんじゃないかなと思います。まあ、セットで買うと、まあ、4,000 円5,000円近くなるんですけど、一度ねアロマディフューザー買っておけば、まあ、間接照明にもなる、ディフューザーにもなるってことで、まあ、あとはお好みのねアロマオイル買えばいいかなと思いますので、まあぜひねあの一人暮らしとか、まあ、一人暮らしないしあのおしゃれな部屋作りたいって方はアロマディフューザーだけは置いてください。はい、ってことで、こちらのアロマディフューザーも今回選ばせていただきました。はい、では次はですねちょっとした小物なんですけど、それがこれ時計です。無印ってね意外とね時計売ってるんですよ。あのこれがですね公園の時計っていうね商品になりまして、まあ、いかにもねこう公園の中心に立ってそうな時計じゃないですか。これ僕ねこれ無印林っていう名前で YouTube をやる前から実は買ってた時計でして、だいたい大学3年生の頃かな、ちょうど一人暮らしを始めた時にねこの時計おしゃれだなと思って無印で買ったんですよ。もう4年くらい使ってるんですけど、まあこれね単純におしゃれなんですよ。ちょうどね今がね、11時44分ぐらいなので、はい、こういうふうに時計でね示してると思うんですけど、はい、やっぱこれがおしゃれだと。まあ僕は以前は机の上にこれ置いてましたけど、今はねあのベッド脇のあの棚に置いて使ってますね。まあ単純に時間を確認するってよりかはインテリアの一つとしてちょっと遊びみたいな感じでこれ置いてるんですけど、まあこんな感じで、まあただの時計でもちょっとした遊びがある時計を置くと部屋の雰囲気やっぱ変わるんですよね。まあちょっとポップな感じになるというか、まあ僕の場合はまあこういう風にちょっと落ち着いた部屋ではあるんですけど、ちょっとだけ遊び心を持たせたいんですよ。なんか自分の好きなものを置いた方が、まあやっぱり部屋って過ごしやすいじゃないですか。でこれは僕も4年前からずっと使っていて、今は1980円ぐらいで買えると思うんですけど、まあこんな感じでちょっとおしゃれな時計欲しいんだよねっていう方はですね、こちらの無印のね時計はすごくおすすめなので、まあぜひ買ってもらいたいなと思います。ちょっとピントが合わないな。はい、こちらですね、まあぜひ買っていただきたいなと思います。ということで、こちらのね公園の時計もすごくおすすめです。はい、では次はこれですね、また香りなんですけど、はい、インテリアフレグランスオイルになります。まあちょっとこれだと見えないと思うので出すんですけど、はい、無印でこういったの見たことありませんか。インテリアフレグランスオイルですね。こんな感じで中にねオイルが入ってるんですけど、この木ですね、このスティック、ラタンスティックっていうものでこうオイルをねここの上まで持ってきて部屋にあの香りをね充満させるっていう商品なんですけど、まあ、さっきのねアロマディフューザーもいいんですけど、まあ、ずっとね日常的にいい香りを楽しみたいっていう方はこちらのエッセンシャルオイルおすすめです。これ置くだけで部屋の香りめちゃくちゃ良くなるんですよ。でこれが小さいボトルなんですけど、僕の部屋7畳ぐらいなんですよ。十分これ1本でいいんですよね。あのこれ驚いたのが、無印のねこのエッセンシャルオイル、このフレグランスオイルは結構効果あります。まあ他のね会社の商品によっては、僕前実家に置いてたものは全く香らなかったんですけど、これに関しては結構香るんですよね。もう家から帰ってきて、まあ、ちょうどここの部屋の扉を開けて玄関からはね、僕の家に入ってきた瞬間からもうこのハーバルの香りがねするぐらい結構ね効果あるんですよね。まあ、やっぱりアロマディフューザーに関してはアロマオイル垂らさないと香り楽しめないと思うんですけど、こちらに関しては置いておくだけで十分と。であとおしゃれじゃないですかね。このままでも十分おしゃれなんですけど、これはですねインテリアフレグランスオイルのセットがありまして、そのセットを買うとこちらの磁気ベージュかなのこんな感じで中身が隠れるものも売ってますので、こちらも結構おすすめですね。
これで確か1500円ぐらいだったと思うんですけど、値段はこちらに書いてますので、ぜひチェックよろしくお願いします。まあ、やっぱりね、おしゃれ部屋に必須なのはもう香りです。もう香りをどれだけいい香りにするか、自分好みの香りにするかだけで、まあ、おしゃれ部屋にもなるし、あと自分がね、過ごしやすいマイルームができますので、まあ、ぜひこちらのインテリアフレグランスオイルもですね、買っていただきたいなと思います。ということで、こちらのインテリアフレグランスオイルも、まあ、僕はね、おしゃれ部屋に必須のアイテムじゃないかなと思います。はい、では最後はやっぱりこれかな。あの、壁に取り付ける家具の棚ですね。まあ、無印ってね、こんな感じでカスタマイズできる棚が売ってるんですよ。でちょうど僕は今ここに LED の明かりとさっき紹介した時計置いてるんですけど、ちょっとこれを外しまして、これどんな感じになってるのか見せます。はい、こうです。ここにねピンがついてまして、まあこれね、押しピンみたいなもので押してるので、あれこれ賃貸大丈夫なのって思われるかもしれないんですけど、これ穴がほとんど目立たないんですよね。でこういったマンションの賃貸って結局この壁紙を張り替えるので、あの別に穴を開けても目立たないです。僕あの後でも説明すると思うんですけど、前住んでたマンションでも結構穴開けてたんですけど、別に退去費用全くかかんなかったんですよね。まあ、なので、まあ、それはちょっとね、あの物件にはよると思うんですけど、基本的にこれぐらいのレベルの穴であれば問題ないと思います。僕のこれは主観なので、皆さんの判断にそれはお任せするんですけど、まあ、これは大丈夫かなと。で、これをこんな感じで取り付けますと。実際にね、これをね、買った時の取り付けてみたっていう動画が結構伸びてまして、もう5万回ぐらい近くは行ってるのかな。まあ、それをぜひ見てもらいたいんですけど、まあ、こんな感じで、はい、今は、LED のライト、そして時計を、まあ、ベッド脇ですねに置いてます。ちょうどねベッドが、はい、ここベッドですねになってますので、であとここの空間にはスマートフォンですね、スマートフォンを充電して置いてます。まあこんな感じでここにね充電ケーブルこういう風に挿して、ここにスマートフォンを置いてるって感じで今使ってますね。まあやっぱりベッド脇ってね、何かこんなものがあった方が、まあ、すぐに手に取りやすいですし、まあ、ちょっとここ空間空いてたらね、ベッドで本を読むときにここにね、例えばコーヒーとかも置けると思うんですよね。まあこんな感じで、ちょうど今コーヒー飲んでましたので、はい、ここにねコーヒー置いたりとかもできるので、まあベッド脇がね非常に使いやすくなるし、まあ、あとこういう風にちょっとしたアクセントですね、色を取り入れた方が、僕の部屋は基本的に、ウォールナットで揃えてますので、ウォールナットの素材使ってるんですけど、こちらの棚2490円です。意外とね高くないです。まあ、なので、まあ、賃貸で、まあ、ちょっとここに木製なんですけど、この木の壁であれば大丈夫かなと思いますので、まあ、ぜひ買ってみてください。はい、ということで今日はですね、おしゃれ部屋に必須のアイテム、無印良品で買えるもの5選ということでですね、あの僕の部屋にある、まあおしゃれにね、部屋を見せられるようなアイテムを5つご紹介してきたんですけれども、どうでしたかね。まあ、あのもう僕の動画をね、もうずっと見てくださっている方の中には、ああ、やっぱりあれね、みたいな感じで、あのもうすぐにね、分かった方非常に多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕もですね、実際にこの無印良品の部屋を作るにあたって、結構調べたんですよ。本当にこう当てずっぽうで、あこのアイテムいいやいいやいいやみたいな感じでいろいろ選んだわけではなくて、もうね入念に調べたりとか、無印良品に実際に店舗にね足を運んだりとかして、あこのアイテムを部屋に置くとおしゃれになるよなっていうものをね厳選して今回僕の部屋に置いてるわけなんですよね。でまあ実際にですね、今回選んだ5つのアイテムはですね、まあ実際に僕の部屋に置くと、まあ、すごくね部屋の雰囲気を変えてくれるものでもあるし、まあ、特にね観葉植物だったりとかは一つ部屋に置くだけでもあの雰囲気がねぐっと変わるアイテムになりますので、まあ、ぜひ観葉植物とかはね買ってほしいなって思います。まあ、あと棚に関しては賃貸でも OK と言ってるけど穴開いてんじゃんって言われると思うんですけど、基本的にあのこちらの、 あの棚の穴はですね、もう本当に目立たない穴でありますし、まあ、あとこういったマンションっていうのはね、僕が退去するときに壁紙全部張り替えるんですよ。まあ、なので、穴を開けたとしても壁紙の上で結局覆いかぶさるのでわからないっていうので、僕もねあの以前住んでいたマンションで結構穴開けてたんですけど、あの退去費用全くかかんなかったんですよね。まあ、だからそれ前提で多分作られてるんだなっていうのがよくわかったので、まあ、基本的に僕の主観なんですけれども、まあ、大丈夫かなと思います。まあ、こんな感じであのおしゃれ部屋に使えそうなアイテム5つご紹介しましたので、まあ、気になる方はぜひチェックしてもらいたいなと思います。はい、ということで今日はですね、おしゃれ部屋に
必須のアイテム5選ということで無印のアイテム紹介したんですけど、まあこんな感じで今後はですね、何々5選何々10選みたいな感じで、ちょっと僕のね主観ではあるんですけれども、あの無印良品でこのアイテム買うといいよみたいなねラインナップちょっとね皆さんにご紹介していこうかなと思いますので、まあ僕のチャンネル気になる方はぜひチャンネル登録、そしてこの動画のグッドボタン高評価ぜひよろしくお願いします。あと僕ブログとインスタもやってまして、最近インスタグラムをね結構更新しております。まあ今フォロワーが2500人ぐらいですかね、ちょっと3ヶ月で1万人を目指したいなっていうふうに思ってますので、あの無印のあのまあアイテムをですね、まあ僕が持ってるものをインスタグラムではこういうふうにあの細かく紹介しておりますので、まあそちらもぜひ気になる方チェックしてみてください。この動画の概要欄にリンクを貼っております。ってことで今日はですね動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。